ですか。まあ、子供と一緒にやってるからね。はい、なんですけど、なんか今大人の塗り絵ってのがすごく流行ってるみたいですね。すごい細かいやつね、うん、あれはダメ、もう見えないから。見えないから。柄が細かすぎてね、うん、やってらんないんだけど、子供用のやつ。あ、でもちょうどいいですね。そうだ、それ同じやつを、うん、あのコピーして、コピーして、そう、これコピーの方で、うん、やるんだけど、うん、最初なんか、まあ、なんかなんとなくやってたら、子供の時以来やってないよね、塗り絵なんて。塗り絵ね、私もやってない。やってないでしょ、マジで。やってない、やってない。久々にやりたくなっちゃった。やるとね、楽しい。楽しい、楽しちゃう。ちょ、色鉛筆買い直したりして。自分用。掘り出しちゃった。そうそうそう。塗り絵なんて、あったりしますけどね。さあ、はい、じゃあ、ご紹介いきますよ。はい。この方は、よいしょ。なるほどね。ラジオ人間ニコマルさん。ニコマルさん。私は読書が好きなので、うん、本を読んでいる時がニコニコしてます。年間数百冊は読んで。うわ、数百冊。一日一冊以上ってことよ。え、すごいですね。まあ、だから同時に進めてるかもしれない。三冊ぐらいね。近所の区立図書館が大活躍。図書館ね。電子書籍も便利ですが、やっぱり紙の本がいいです。うん、紙の方が確かにいいけどね。確かに。ちょっとスペース取っちゃうけど。ピッてやったら、指でピッてやったら文字がひょっとくなってくれれば、もう紙の方でもいいんですよ。紙はならないですね。なかなか。ねえ、便利ですけどもね。電子書籍はね、僕はあのすごく重宝してますよね。はい。さあ、こんな感じでまだまだ皆さん、まだまだ、はい、募集したいと思います。はい、今日は今日はですね、はい、あなたの大好きなエンタメ事情とかも教えていただきたいですね。あとはあの笑顔になる瞬間どんなことかってのを教えてください。はい、どうしてご覧ください。今日はプレゼントを与えますよね。アマゾンギフト券5000円分2名様、はい、はい、メールをくださった方すべてのチャンスがあります。メールアドレスはベイラインアットマークベイ FM.CO.JP、 ベイラインアットマークベイ FM.CO.JP。 そしてツイッターもね、いろいろ皆さん、はい、ご覧になるのを書いてくれます。メールをください。さあ、この後問題はモノマネタレントの堀さんが登場でございます。人々を笑顔するエンタメの極意語っていただきましょう。こちらも聞いてね。ステッチョ。2022年ビッグモーターの買取強化月間、この1月あなたの愛車を売ってください。5年連続買取台数日本一の実績で高価買取に挑戦します。ビッグモーターは価格に自信あり。中央
環状線の東北ジャンクション方面へ内回りから大木大橋で4キロの渋滞です。6号線の上りは箱崎ジャンクションで3キロの渋滞、下りも箱崎ジャンクションの先頭に江戸橋ジャンクションを過ぎて都心環状線の外回りの三宅坂ジャンクションまでの渋滞です。湾岸線の千葉方面へ東に向かう浅井ジャンクションで1キロの渋滞です。空港中央から千鳥町までの所要時間25分です。一般道路の状況です。千葉県の国道16号線は市原市方面へ向かう外回りから柏市若柴で1キロ、千葉市花見川区三角町で2キロ半の渋滞です。国道296号線の下りは船橋市三保海道入り口で1キロ半の渋滞です。このほか東関東道や千葉県の京葉道路も車の流れは順調です。日本道路交通情報センターでした。FM トラフィックアップデート、次は5時18分頃にお伝えします。